小幡ダムは、富山県富山市、一級河川、上岸寺川水系小口側に建設されたダム。高さ37メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、小幡ダム発電所、尾又発電所に送水し、合計最大35,900キロワットの電力を、発生する。昭和年代、北陸電力は、 戦後の復興と高度経済成長に伴い問題となった電力不足を解消すべく、上岸寺川アリミネ発電計画を推進。1959年、上岸寺川水系和田川の上流にアリミネダムを完成させた。アリミネダムに蓄えた水は、和田川第一発電所及び和田川第二発電所に送水され、合計最大14万9キロワットの電力を発生する。 このうち和田川第二発電所で発電に使用した水は、新中寺山ダムにおいて取り入れられ、新中寺山発電所にて、再び発電に使用される。和田川第二発電所及び新中寺山発電所は、電気が多く消費される、時間帯に集中して発電するという運用が取られている。これに伴う、下流河川の急激な増減水を抑える逆、調整値として、 新中寺山発電所の下流に小幡ダムが建設されることになった。小幡ダムは新中寺山発電所で発電に使用した水を一時的に蓄え、小幡ダム発電所及び小幡発電所を通じて一定量の水を下流に放流するものである。小幡ダム建設工事は1958年に着工、1962年に完成したアリミネ林道。 ミス連絡所の手前に小タダムがある。天馬は車道になっており、自由に通行することができる。ダム交換には、新中寺山発電所がある。小口川の東を流れる和田川に建設された新、中寺山ダムから取り入れた水を発電に使用した後、小タダムに放流している。この新中寺山発電所は、小口川第一発電所と建物を共有している。 小口川第一発電所は1938年に中古清水電が完成させたもので、戦後になって北陸電力に継承されたものである。小幡ダム建設に伴い水没することになったため、新中寺山発電所の建物内に移設され、出力も3 2 0 0ットに増強された。小幡ダム直下には小幡ダム発電所がある。そもそも当初の計画では、 小幡ダムから小幡発電所まで圧力トンネルにて直接送水する計画であったが建設前の調査によって圧力トンネルを改作には適していない地質であることが判明したこのため小幡ダム発電所を通じて一旦ダム直下に放流しそこから無圧水路にて小幡発電所まで導水されることになった 小ばダム発電所には13メートルから2メートルまで大きく変動する有効落差にも対応できる円筒、カプラン水車発電機が1台設置されている。この発電機をバイパスする流路も用意されており、こちらは発電機のメンテナンス時や、小ばダムの水位が著しく低く、発電機の水量だけでは規定の放流量を確保できない時に開放される。小ばダムの上流には、 小口川ダムがある。アリミネダム再開発事業の中で建設された北陸電力の発電用ダムで新たに運転を開始したアリミネ第一発電所及びアリミネ第二発電所の逆調整地を形成しアリミネ第三発電所を通じて一定量の水を小畑ダムに放流するものである。なお、小畑ダム上流にはミス連絡書があり、これより先小口川ダム方面は 有料道路となる。このため所定の通行料金を支払わなければ、小口川ダムには近づけない。ありがとうございます。